このビデオはですね、ラズパイに Ubuntu をインストールする手順を、滑舌悪いな、手順をですね、説明するビデオです。そんな難しくないんですけど、念のためビデオを撮ってます。それで、早速本題に入ってきますけど、まず、ラズパイは、ストレージ、普通のパソコンならハードディスクとか SSD ですけど、の代わりにですね、このマイクロ SD カードを使います。16ギガのが一番ラズパイには楽というか、何の設定もなくても、使えます。1000円以下で売ってますね。で、ここに Ubuntu の、イメージと言いますけど、要はハードディスクの中のデータそのまんまみたいなものをですね、こいつに書き込みます。そういう作業をします。で、書き込んだらもうすぐ使えます。で、やり方なんですけど、私昔ツイッターにですね、こうやって手順書いたものがあってですね、これ YouTube のこのビデオの欄にも URL 貼っときますけど、これに従ってやっていきます。早速やっていきます。そんな手順ないです。まずですね、まずこのサイトに行ってってあります。こんなサイト。実際これブラウザで見ればいいんですけど、ちょっと著作権上どうなのかな。日本ってあんまフェアユースとか言わないんで、どうなのかなっていうんで、ちょっとこの写真に撮ったやつで、すいませんが、これ見ますけど、このページに行きます。Ubuntu の公式のサイトで、なので、Ubuntu ラズベリーパイとかで検索すると、何番目かには出てきます。で、この画面探し当ててください。で、ですね。で、ここの画面に行ったら、これ今ちょっと前の画面なんですけど、今最新の Ubuntu って20.04なんですね。で、それが選べるようになってます。で、それで、手持ちのラズパイ、大体皆さん3とか4だと思いますけど、そこにあったやつをこのボタンからダウンロードするということになります。で、64ビット版を落としてください。32ビットだともう、そうですね。あんま測ったことないんですけど、性能はやっぱり64の方がいいということなんで、それにCPU 64ビットなんでフルに使えますので、64ビットをポチッと押してダウンロードをします。で、料理番組みたいなんですけど、もうここにダウンロードしたものがこうあります。ダウンロードフォルダとか、ここですね。Windows だと、こういうところに落ちてきますね。で、Ubuntu 20.04.1。1は2とか3になるかもしれないですけど、プレインストールドサーバー ARM64。これ CPU のアーキテクチャですね。で、ラズパイイメージ XZ とこういうファイルが落とせます。で、次にこれも書き込むんですけど、SD カードに。この講義、Linux の講義なんで、ちゃんと Linux で DD とか使ったらかっこいいんですけど、まだそんな慣れてないんで、楽な方法を使います。てか、慣れててもこっちの方が楽なんですけど、Etcher というソフトをですね、ダウンロードします。こういう画面。またこれ皆さん、自分でここを探し当てていっていただきたいんですけど、たらここにダウンロードって出てくるんで、こいつポチッと押してソフトをダウンロードします。で、ダウンロードしたのこれですね。もう準備してあります。で、こいつをですね、セットアップってファイルですけど、これダブルクリックします。で、これインストーラーに見えるんですけど、そのまんま立ち上がります、ソフトが。しばらく待ってるとですね、どうなってるんですかね。よくわかんないんですけど、インストールしてますとか言ってて、もう立ち上がってしまうとソフトが、こういうもんです。で、これ立ち上がったらですね、立ち上がる前でもいいんですけど、SD カードを、パソコンに挿します。私のアダプターはこんなちっちゃいのなんですけど、これ、ブサッと挿します。ハードウェアは皆さん、手持ちのやつみんな違いますね。で、これで問題が見つかったとか、いろいろギャーギャー言ってきますけど、使い古しのやつだと、気にしなくて大丈夫です。で、画面も閉じて、で、フラッシュフロムファイル。まずこれ選択しまして、このさっきダウンロードした Ubuntu のイメージをこう選択します。で、セレクトターゲットは、これパソコンのハードディスクに書くと大変なことになるんで、ちゃんとSD カードのドライブを選んで、これポチッと押してセレクトとやります。
あとこれフラッシュとやるだけです。はい。はい。で、これ待ってます。ディスクの挿入、いらないと思います。はい。はい、余計なウィンドウが出てきても、ここが動いてれば大丈夫です。はい。で、しばらく待ちます。で、コンプレッションというのは展開中ですね。はい。これで終わりですね。はい、フラッシュコンプリートと出てきましたと。ですね。で、どうしましょう。もうこれ外せるのかな。特に何も押さなくても外せると思いますんで、こう外して、SD カード取り出します。で、こいつをラズパイに挿すと、もう立ち上がる状態です。はい、では、続きをやっていきます。今、このマイクロ SD に Ubuntu のがもうインストールされてます。なので、まずこいつをですね、ラズパイに挿します。これラズパイのモデル B3 の B プラスですね。こう、このモデルの場合、ここにこうやってぐさっと挿すということになります。もうこいついらないですね。で、これにですね、次にディスプレイを挿します。慣れてる人はディスプレイいらないんですけど、ここは手堅くモニター付きでやりましょう。こんなふうに。これ私のモバイルディスプレイです。で、HDMI の端子があるんで、これをこいつにぐさっと挿します。ラズパイ4だと、あれですね、コネクタもっとちっちゃいやつになってますんで、別のを買わないといけません。で、次、キーボードですね。キーボード、USB でぐさっとさせばいいと。になります。はい。で、キーボードはですね、私は日本語のをこう使うんですが、英語キーボードの方がやりやすいです。私はあんまキーボードこだわらないことにしてるんで、日本語なんで、そのまま使います。で、これで、ですね、電源を入れると、もう立ち上がります。これ電源、USB ですね。こいつを挿します。で、こう、ぐさっと挿します。はい。これでピカッとなってですね、なんか文字が出てきます。明るさは大丈夫かな？マックスですね。はい。で、字は今のうちは分かんなくていいです。出てくる文字が。で、ここを、読んでると面白いんですけど、なんか怪しい、1970年とか怪しい時刻とか出てきますけど、あんま心配しないでも大丈夫です。こんな感じで出てきます。近づけときましょうかね、今のうちに。結構読めますよね、これでも。おりゃおりゃおりゃ。こんな感じでやりましょうか。で、こうやって、起動が終わると、こうやってログインの画面が出ます。で、ここをですね、初期はですね、まずユーザーの名前、Ubuntu と入れます。で、次、パスワード、Ubuntu。パスワードを聞かれます。で、多分ですね、これ失敗します。罠なんですけど、ダメだって言われるんですね。で、キーボードを打ち間違えたかなとか思うんですけど、ですね、なんかいろいろ調べたんですけど、実はちょっとこう待ってないといけないみたいなんですね、最初、設定が終わるまで。これずっと待ってるとですね、そのうちいろいろ出てくるんで、で、待ってなきゃいけないの、これ編集で短くしたいんですけど、どれぐらい待たなきゃいけないかっていうのを、
示さなきゃいけないんで、そのまま回します。まあ、そうですね。こう、緑のランプ、わかるようにですね、なんかチカ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 なんかやってるんですね。多分あの仕組みだろうな、みたいなのはわかるんですけど、まあ、だんだんこう、システムが複雑になってですね、余計なことをするようになっちゃってるんですね。まだダメだと思うんですけど、ダメですね。泣きそうになりますよね。どれだけタイプミスすんねん。でもまだ待ちます。待ってれば多分大丈夫。あ、これですね。そうなんですよ。クラウドイニットってやつがなんか設定しないとですね、これ入れないんですね。はい。じゃあ、これで打ってみましょうか。もう一遍。ですね、Ubuntu。で、これで多分入れます。で、入るとですね、画面下の方に行っちゃったんですけど、こんな質ことを言われます。パスワード変えてくれって言われるんですね。で、今これカレントパスワードって書いてあるんで、これ今、Ubuntu と入れます。で、新しいパスワードですね。これを各々が好きなのを入れればいいんですが、多分 Ubuntu って入れると弾かれます。で、ニューパスワード、リタイプニューパスワード。まあ、確認ですね。2回打つということになります。で、これで入れます。はい。で、これ入ったら次に、ですね、ネットワークの設定の確認をします。ですね、LAN ケーブルをつなぎます。最初からつなげばよかった。そうですね、多分つなぐとすぐ IP アドレス取ってくれると思うんですけど、これ、モバイルじゃねえや、皆さんのご家庭のルーターですね。このから LAN ケーブル引っ張ってきて、ポチンと入れます。で、多分ちゃんとうまく通信できると、こうランプがつきますね。で、しばらく待ってもダメな場合は、再起動すればいいんですけど、ちょっと通信できるかどうか、ちょっと確認してみましょう。IP スペース A と打ちます。たら、ですね、ここの ETH0 ですね。イーサーゼロって意味ですけど、ここの INET っていうところに IP アドレスというものが取れます。この192.168.1.14ですね。ご家庭によっては172かもしれないですけど、まあ、普通は192ですね。で、これがこのラズパイの、まあ、この家庭内での、家の中での住所になります。はい。で、これを使ってアクセスするということになります。まあ、要は、まあ、今私、そうですね、こういうノート PC 使ってやってますけど、このノート PC からこのラズパイに入ると、モニターなんか使わなくていいと。こんなモニターいちいち使ってると面倒くさいですよね。だからリモートで通信するためのこの番号となります。で、ちょっと確認のためにですね、このラズパイからラズパイに入れるかをちょっと確認したいと思います。で、やり方ですけど、SSH、今の番号192.168、私の場合なら1.14ですね。こうやって打ちます。で、ポンと。入れますかね。ここも罠で、私さっきこれビデオ撮った時にですね、できなかったんですよ。あ、できました。なので、そうですね、うまくいかないと焼き直しとか、SD カードの設定からやれば、何回かやればうまくいくと思うんですけど、こうやってうまくいくと、ここは、IUC はうんたらかんたらって出てますんで、イエスと打ってください。本当はこれ読まなきゃいけないんですけど、はしょります。はい。で、またパスワード聞かれますんで、さっき新しく設定したやつですね。パスワードを入れてください。はい。
で、これで実は入れてます。はい。OK と。で、で、これ今、ラズパイからラズパイにログインしました。何言ってか分かんない人は、何言ってか分かんないと思いますけど、とりあえず通信はうまくいってるということが分かります。知っとかなきゃいけないのは、IP アドレスですね。IP アドレスっていうのがちょっとまだ分かんないって言ったら、ちょっと各自、ちょっと勉強した方がいいかなと思います。はい。で、まあ、講義でもやります。はい。で、次、これをですね、ノート PC から、ラズパイにこうログイン、要は入っていろいろ操作できるようにするってことですね。できるようにちょっと操作をしてみます。で、まあ、これモニターいらないんで、ちょっと端っこに置いとくと、今ですね、ちょっと最初からやった方がいいな。ですね、そうですね。はい。これ Windows のマシンですけど、ここに Ubuntu と入れると、ですね、説明の順序が悪いですね。ですね。まあ、こういうものをインストールします。Ubuntu 18.0LTS。これまた、ちょっとこのビデオでは、これのインストールの仕方は、説明しないんですけど、とりあえずこれをインストールした状態にするということですね。はい。これ何かっていうと、Windows のマシンの上で動く Ubuntu です。はい。ってことは、今、ラズパイも Ubuntu 入ってるし、こいつも Ubuntu 入って、この PC にも Ubuntu 入ってるんですね。で、Ubuntu 同士で通信をしてもらおうということです。ちなみにこれ WSL って言います。Windows Subsystem on Linux ですかね。なんですかね。英語、ちょっとあれなんで、なんですけど、まあ、そういうのを入れると、こういう Ubuntu が動かせます。で、ラズパイ動かないときは別に、講義に関してはこれ使えばいいときもあります。で、さっきラズパイで打ったこれですね。192.168.1.14。IP アドレスは皆さん違いますけど、だから SSH でこう、IP アドレス入れます。あと、Ubuntu。これを忘れました。これユーザー名ですね。今これ上田っていうので入ってるんで、ちゃんと上田じゃなくて Ubuntu で入ってねっていうことで SSH Ubuntu at IP アドレスでここ入ります。で、こうやると、おーっと、これ運がいいな。これ入れないこともあるんですけど、そうですね。ここにこれ出てくる人ほとんどいないと思います。でもたまに出てくるんですね。で、出てきたらここを打ちます。SSH キージェン、この説明どうしようかなと思ってたんで、上田 SSH、ノウン、ホスツ、R192.168.1.14。ね。で、これでもう一遍気を取り直して、今の操作は多分いらないです。もう一遍192.168.1.14。で、打ちます。たら、今度はなんかイエスかノーか聞かれるんで、これちゃんと読まなきゃいけないんですけど、イエスと答えます。で、これでパスワード聞かれるんで、ラズパイで設定したパスワードを入れるということになります。で、これで実は、こっちのラズパイに入ってます。ので、どうしましょうね。今、どう見えてるんでしたっけ？こう見えてるんですね。ちょっとじゃあ、こうしましょうか。まあ、こんな状態で、カメラをこうして、こうして、じゃあ、ここ。で、これをこうします。はい。これでいいのかな？はい。で、これで、ですね、何をするかっていうと、操作ですよね。操作、まだ操作の方法を習ってないから分かんないと思うんで、とりあえず、電源切りましょう。電源。で、こっちの、ラズパイのこっちのキーボードで打ってもいいんですけど、ノート PC からラズパイを電源落としてみます。sudo パワーオフですね。通信が遅いですね。パワーオフってやります。ってやると、これ、
パソコンのパソコンの上でやってますけど、これエンターって押すと、こいつがそのうちランプが消えます。ちょっとやってみますか。せーの、ポン。さあ、どうなりますかね。やると、なかなか反応悪いですね。なんか一生懸命ラズパイでなんかなってるみたいですね、操作が。あ、消えました。ごめんなさい、今言いかけたのは、ラズパイの中でいろんな処理してる途中でパワーオフってやっちゃったので、なかなか反応が遅かったんですけど、今ノートパソコンから sudo パワーオフって送ったら、こうやってシャットダウンのプロセスがこう走り始めました。で、まあ、しばらく見てみましょう。ストップ、ストップっていろいろできますね。で、そろそろ切れると思います。で、これで切れたんですけど、一つ注意があって、まだこう緑のランプついてますね。これ実はですね、マシンを落とすときに、そうですね、コンピューターって、ハードディスクとか、まあ、この場合、マイクロ SD ですけど、データいちいち書いてると遅いんで、メモリにデータだけ書いて、ハードディスクに書きたいデータをメモリにだけ書いてほっとくっていうことがあります。で、それはシャットダウンの時にちゃんとハードディスクとかマイクロ SD に戻さなきゃいけないので、その書き込みをやってたんですね。だから画面真っ暗になってもしばらくマシンって動いてます。なのですぐに切っちゃダメということになります。それで、いつ切っていいかっていうと、この緑のランプが完全に消えてからです。今消えてます。ちょっと見にくいかもしれませんけど。たまに騙し打ちみたいにピカッと光るんですけど、まあ5秒ぐらい開けて光らなければ大丈夫ですかね。ただこうやって電源を抜くということになります。これでそうですね、このビデオでは、こっち立ち上げて、最初のパスワードセッティングして、SSH ってやつ、ちゃんと通じるかどうか、通信ですね。ラズパイで確かめて、で、ノートパソコンの側から、ノートパソコン側の Ubuntu、こういうもんですね、から、こいつに入ってみて、SSH で入ってみて、シャットダウンするってことをやりました。なので、これでもうセッティングは終わりになります。じゃあ今度普段使うときどうするかなんですけど、ちょっとそれも説明しておきますね。普段使うときは、そうですね、いっぺんタイム値上げて、モニターとか、原則なんか困ったとき以外は使いません。こうやって切って、キーボードもいりません。で、だから、そうですね、ちょっとお片付けしながらやりますけど、モニターもちょっとさよならしてもらって、普段は、こうやってネットワークカードに LAN ケーブル挿して、で、電源だけ入れます。電源だけ。こっち。よいしょ。で、で、こっち側でさっきのやつ立ち上げます。こうすればいいのか。こうして横にやっといて、どうすればいいのか。そうですね。こんなラズパイもう映さなくていいですね。ラズパイじゃあちっちゃくしてなってもらいます。こう立ち上がってます。で、すみません、ちょっと画面うるさいですけど、またここで Ubuntu と入れます。こいつのインストールの仕方もちゃんとビデオで解説したいんですけど、これは多分、そうですね、ドキュメントになると思います。紙の資料か、オンラインの資料か、あとは、まあ、インターネットでいくらでもインストール方法ありますね。で、こう立ち上げといて、で、ですね、IP アドレスですね、は、よほどのことはない限り変わりませんので、さっきのやつで、
192.168.1.14 でしたね。こいつで入れるということになります。で、調べ方いろいろあるんですけど、ちょっと説明するとネットワークの知識がいるのでちょっとやめときます。もし知りたいときは、今のうちは、まあ、例えばこう192.168.1.14で入れなくなったっていうときは、モニターをつないで IP スペース A って打って、確認すると、IP アドレスを確認するとにしたいと思います。で、ですね、で、ここでいきなりこう SSH って入ればまあ終わりなんですけど、一応ですね、通信できてるかっていうので、ピンというコマンドがあります。ピングと書きます。で、こいつでやるとですね、ちゃんとラズパイと通信できてるかっていうのが確認できるんで、これをやって、で、コントロール C で止めます。こうやってなってれば通信できてるなっていうことになるんで、で、おもむろに SSH をつなぐといいかなと思います。はい。これ上矢印を押すとですね、これ打った字もう一遍出てくるんで、で、ここピンを SSH と変えてやると、あ、ダメですね。上田アットになっちゃいました。Ubuntu アットですね。Ubuntu アットってやると、パスワード聞かれるんで、これパッて言ったら、こう、入れると。いうことです。はい。入れない。そうですね。ちょっとやっぱラズパイ、これ3なんで、ちょっと遅い。4も遅いですかね。最初、起動の時ってすごく反応が悪いんですよ、Linux って。要は、マイクロ SD からデータ読んできてメモリにロードするっていう作業が、立ち上がりの時ってすごい頻発するんで、遅いです。だから、まあ、気長に待つということですね。はい。これで、ここが Ubuntu、アット Ubuntu になってたら、うまく通信できましたということです。じゃあ、どうしましょう。じゃあ、またパワーオフしますか。なんだこれって感じですけど、まあ、要は、あれですね、今大事なのは、これ、モニターにも何にもつないでないけど、こうやってちゃんと配列使えるよっていうことですね。もちろん、ロボットに例えば、ラズパイを置くっていうときは、モニターなんかつなげないので、まあ、こういう状態で使うということですね。だから、まあ、こういう、まあ、黒い画面ってよく言われますけど、こういうのに操作に慣れとくっていうのは大事です。で、うんちく述べてパワーオフします。はい。でですね、Ubuntu だったのはこうやって、上田なんとかってこういうのになったら、まあ、こっちの通信は切れてるということですね。で、通信切れてもこっちはほら、まだピカピカやってますね。ピカピカやってるんで、ちゃんと我慢して、電源切らずに待ってる必要があります。はい。ピッカ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 と。まあ、大体ずっと見てると法則性があるんで、断末魔みたいなのがわかるんで、まあ、これで大丈夫ですね。で、これで抜きますということですね。はい。ああ、無事終了した。ということで、まあ、うまくいった。めでたしめでたしなんですけど、あれですね。うまくいかない時もあるんで、なんかこんな一本道の見せても、実は、しょうがないっていうのもあるんですけど、落ち着いて、もし何かうまくいかなかったら、最初に戻りましょう。ちゃんと SD カードに、イメージを、書くとこから落ち着いてやるということですね。あと、パスワードのところでちゃんと待つっていうのをやれれば大丈夫じゃないかなと思います。はい、では、ビデオ終わります。